まあ、ソミットを中心にね、あとはもう僕の、講演活動、まあ、そういうセクターワールドで大事な世界を救うという、まあ、皆さんも分かってますけどね、今気象変動も 大変な問題ですよね。この間ね、アマゾン火災が何回行ったり、今オーストラリアの火災と今ベニスが水没してますよね。イタリアベニスの市長が初めて公言しましたね、これも気象変動のせいだと。でとうとうイタリアは義務教育で私がいつもしてるような講演を始める、講演というか内容、それ当たり前の話ですよね。まあ、北米では当然大学で教えてますけど、残念ながら今のところ日本ではそういった教育はないですが、これから世界のスタンダードから見たら我々がやってることっていうのは当たり前になる最前線のことだっていうことをもう一度噛み締めてください、うん、我々は当然みんなと一緒にこの商売が盛り上がって、収入を得て自分の夢を叶えていくっていうことでつるんでるんだけれども、本気でやればやるほどその気象変動に歯止めをかけて次世代の、今日岡崎さんの娘さん来てますけど、ちょうどうちの娘とね同じぐらいの世代で、本気で考えなきゃいけないんですよ。ある上場企業の社長とねこの話をした時に、ちょっと僕がっかりした話なんですけど、その社長もね、その持続可能な社会みたいに植物性のものを流行らせるということを実践はされてるんですけども、まあでも、自分が死んだ後の世代ならどうでもいいよねってポッポロってその社長がおっしゃった時に、そういう話じゃないんじゃないですかって僕本気で怒りました。あの時誰もが知ってる一日上場企業です。その方がどうこうっていう話じゃないです。その人が悪いどうこうじゃないです。残念ながら今の社会としてこれを第一優先に置くということ、置くべきだということにフォーカスがずれてるんですね今。それを時代の前からやってるっていうことにもう一段階誇り持ってください。ものすごく生きてる気持ちがいいんですよ、この形で生きてる。持続可能な社会のために自分が選択するものを何にするかっていう選ぶ生き方、哲学があって僕はかっこいいなと思ってるんです。ベジタリアン以外に関しても議員連合がとうとうできてね、議連という政治の方でもやっと動くように、これ日本ベジタリアン協会として、まあ、いろんな活動をしてやっとねそこを巻き込むことができたんですけれども、そして西洋っていうのはそのこの植物性のお肉っていうのはもっと先にね作ってたというか、もうすごい流行り方ですから、この間ホールフーズ、スーパーマーケットですね、あっちのイオンみたいな、とうとう牛乳の売り上げを豆乳が抜いた、豆乳とかアーモンドミルクとか植物性が抜いたそうです。牛乳会社倒産しましたね。ヨーロッパでお肉会社バンバン潰れてます、ね、時代できますかね。10年前から言ってました、ね、でね、なんか海外にね物に出てくるとかこういったこともすごく夢だったんですよ僕は。で最後にね、夢って僕いつもこのステージでもう10年くらい夢を描こうぜって話ばっかりしてる。それぐらいしか私は成功の仕方を知らなくて、自分の向かう道ですよね。いろんな夢を描いてきてほとんど叶ってるなっていうのが自分の実感で、で一つ最後に紹介、みんなに紹介したいっていうのが、今実は僕3年前から半次郎王国っていうものを作っていて、じゃあそれは何かっていうと、でこれは独立国家なんですよね、王国ですから。で2年前に僕独立宣言してますんで、国連は未承認ですけどウェブ上でね、6700平米2000坪、施設を作ってます。これ何をする施設かっていうと、皆さんの保養所内、染谷ファミリーが自由に使える保養所内です。でこれ川がこう目の前にガーッ流れてる、全く思って究極の自然のエリアです。で一体この大声で何をしたいのかって言ったら、持続可能な社会っていったものを実現できるテーマパーク兼宿泊施設とヴィーガンレストランと、でもスタッフはもう自由に泊まれるぜっていう保養施設、これを作ってて完全に持続可能小樽だと思ってます。電気で当然ソーラーパワーで基本オフセットで 100% 自然で発電しています。で今これから入れようとしてたこの川
ちなみに河川法に引っかからない沢なので、水力発電機が死ぬほどけるんです。これを作って周りに要するに自然エネルギーを分配したい。あと EV リーフという車でね、いつもリーフ乗ってるわけじゃないですけど、給電して、あとビーガンの食事ですね、そのミートを中心に取ってるっていう、ここでね、みんなに体験してほしいなと思ってるんですよ。子供、お子さん連れたりみんなでっていう。でこれ実は僕の夢だったんですよ、長い間。そこを全員で共有しながら、なんていうかな、おしゃれに行きたいなっていう。気象変動止めるって、まあ暑くていいんですけど、あんま神妙になっても仕方がないよね。おしゃれに楽しみながら、こういうライフスタイルだったらかえって気持ちいいよねって感じることが必ずできるはずなんです。いろいろ夢があって、いろいろ叶えていく過程で、いろんな人は趣味があって、何を選択してもいいと思うんだけども、本当にいいと思うんですよ。ただそれが次世代や、ね、地球環境に負荷がないものか、プラスになるものかっていうことによって、人間ってものすごい気持ちいい選択ができて、何のために生きてんだろうって若い人は悩む人いますけど、なんかその辺がすごくスッキリするっていうのが一つのこの持続可能に対しての生き方の一つで、これが本当に今進行しているということもすごく嬉しいです。まとめになりますけれども、上木の実績で僕ね、8年ぶりとか7年ぶりとか5年ぶりっていう言葉多分7回ぐらい言ってるんです、史上初も含めて。いいですか、何かが起こり始めてるんですよ。皆さんが完全に自分一人一人が森の狼のように自分で生きていくと、自分で叶えるっていう、そこの僧侶に火がついてるんだろうなってすごく感じるし、この会社をどれだけ大きくや楽しくや儲かるっていう形に持っていけるかどうかって、みんな自分自身だ。その思いが全部重なった時に夢のようなものを求める。それは確信してる。夢に対して一つだけ自分の持論があるとしたら、夢って絶対叶うものなんですね。必ず叶うものなんですよ。必ずなんですよ。描いた瞬間からもう 1% 始まってるんです、達成が。これも信じるか信じないかは任せます。絶対にそうなります。びっくりするぐらいに、過去僕がこうしたいと、例えばこんな車が欲しいとあるじゃないですか、いろいろ映像にしたものが気がついたら自分のライフスタイルに普通に溶け込むようになるんです。普通に叶ってきますから。で、持論があるとしたら、叶えるもんなんだけども、叶うもんだし叶えるもんなんだけど、一番大事なのは描くことなんですね。そしてそれに対しては努力しなさいと僕は言いたいです。夢を描く努力です。ハッピーに演じる努力であったり、元気がなくても元気を出す努力ってそれと似てるから、元気がない時に元気がない顔する人は、元気がないならしょうがないかもしれないけど、自分勝手かなって僕は思うから、そんな顔みんな見たくないし、やっぱりお客さんに対しても部下に対しても上司に対しても元気を与える、それってやっぱり目に向かって目標を持って向かってる人なんですよ。だから僕は描こうぜ、描きなさいって言うの。夢なんて描きなさいって親にも学校でも言われたことなかったと思う。で、我々がやってることはそういうことじゃないし、我々が目指したいのは日本一や世界一のブランドになりながら、人では普通に取れてない収入やライフスタイル、そういったものを目指してるわけだから、同じような生き方したら手に入らない。だから今日ね、たくさんの素晴らしいスピーチで先輩方がね、夢を叶えてる先輩たち、たくさんいてすごい輝いてました。でそういった方々がみんな言ってたのは、やっぱり夢目標、ぜひこれからね、下期のね、勝負というか、すごいね、今日も宣言、次回のリコグニションは我々で埋めますよという宣言をもらったりとか、さっき飲んでて、して全員が目指しているこの空気最高だと思うんだよ。この染めないファミリー、僕は愛してます。最高の会社だし最高のチームだと思ってるんで、この仲間と一緒に、下期のね、達成パーティーも最高な形で迎えられるということを心から信じて、僕は引き続きね、山にこもって準備してますんで、
ぜひ、次回行うときにみんなの最高の笑顔を見れることを信じて、あと半年頑張っていきましょう。今日はおめでとうございました。ありがとうございます。